はい、皆様こんにちは。ガボラトリー将軍でございます。本日はフリークスマーケット、熊本の、フリークスマーケット販売の、商品のご紹介でございます。これちょっとなんか今日の鼻の穴がでかいような気がしますね。これちょっと鼻の穴がでかいですね。こういうことがあるんですね、たまに。まあ、こういう感じで、こういう感じです。これ長いことお待たせしてるんですね、きっと。これ年末売ったやつだもんね。ちょっと今混んでるんですよね。すいませんね、ペコ。これもハートで、これはあれ、これはどうなってんのかな。これは違うんだね。これは普通ですね。ハート、これ透かしになってるんですね、これ。これももちろん、ガボラトリーのやり方としては、これ全部つないでからロール付けしてからここに打つっていうのが基本なんですね。だからここにもこの叩いた跡があって、ここもちゃんとつなぎ目があるんですね。見えないけど、ちゃんと伝統的な作り方です。これいいよね、この透き通ってるやつ。これ金で作ったら軽くていいんじゃないかな、これ。で、これがまあ最後、これは何かな。おお、結構こだわって作ってますね。丸頭です。丸頭ノースタンプ、ああ、ここにあるんか。スターリングだけ売ってる、丸頭ですね。まあ、顔もまあ結構ちょっと細め。あ、これが細めなのかな。これはまあ普通で、これなんかまためっちゃ細い。これもまた細いね。結構いろんな顔が混じってる。混ぜてくれって言ったんだろうね、これ。これなんかこれとこれと違うけど。混ぜてくれって言ったんでしょうね、これ。おお、これも、これとこれがこう近しいやつ。で、これももろ生前狙いやね、これ。で、まあ鼻の穴もいい鼻の穴してるし。で、これまあ決めて、この最初期、生前最初期の、ティーバー、マスターティーバーって言うんです。ちょっと太いんですね、一回り。要するにこれを型抜いて、普通のクラシックティーバーを作ってるわけですね。で、これはまあマスターなんですね。これ最近流行ってますね、フリックスマーケットでは。まあどこでもやってるんだけど、特にフリックスマーケットはこれよく売ります。まあ、本日はこんなところで、ご清聴ありがとうございました。失礼いたします。ピコ。